皆さん、こんにちは。顔は仏、心は鬼。インターバン6304です。デルゴなんですけれども、まあ、無事ですね、プレステ4のプレイ動画の録画用パソコンとして再就職をいたしました。で、まだまだ中身の方はですね、使えます。Core i7-920 と GT710 の組み合わせでもゲームの動画の録画をするぐらいだったら全然使えます。ネットとか Excel ワードぐらいも使えますね。ただですね、このデールのパソコン、すごいポンコツで、この横のところですね、これぶっ壊れてるんですね。ぶっ壊れてますし、ここはね、ファンコン入ってるんですけれども、ファンコンを取り付けるのにこのケースの部分を破壊したっていうことで、このケースがもう、ダメです。ケースがダメです。というわけで、デルオの新しいですね、外側を買いました。それで今回購入した商品がですね、こちらになります。ライジンテックの SPY-X というマイクロ ATX 用のケースで、横にはですね、窓がついて小さいですね。ここのところにですね、CPU クーラーがついて、いわゆる調律型のマイクロ ATX のケースになります。表面はですね、見ての通りですね、比較的ですね、アルミヘアライン調の非常に高級感のあるデザイン性のいいケースですね。後ろはこんな感じです。倒立型なんで、ここにですね、IO パネルがくるっていう形になります。表面は、こういう感じで非常にシンプルなお顔になっていますね。電源スイッチが動かれていて。余計な 5.25 インチベイク、そういうのはついていません。一応この横のところに、一応こういうですね、薄型のスリムな高額ドライブを置けるようになってるみたいですけど、使いません。あくまでも、デルオの新しいおうちとして使います。現状はこんな感じですね。USB3.0 が2つ、導入が2つですね。ここは一応フィルター付きのケースになってるんですけど、何かってエアロ500ウィンドウに比べるとですね、かなり高級感。そのケースね、高かったですよ、昔とね。確か1万円弱ぐらいしました。幸いですね、12月3日にアップロードした交通事故っていうか、軽自動車が雪山に突っ込む動画が、もう1月に入ってから急激に再生されて、この動画撮影してるうちに12万7千再生されましたんで、その収益でですね、この新しいケース買うことができました。そしたら早速中身の方ですね、チェックしていきましょう。そこからどうやって開けるのかっていうと、ここにネジ穴が1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ついているんですけれども、なかなかやっぱりね、そう簡単には開かない感じになっていますね。これね、なんかレビューとか見てると、ね、ネジ穴潰したとかって書いてる人もいたんで、ちょっと慎重にね、開けていかないといけないかなと思います。これはもうなんか、簡単に開けたり、閉めたりはできなさそうなケースです。一回踏みつけたら、しばらくそのままっていう感じです。確かにこれね、雑に扱ってると、ネジ穴、潰しますね、きっとね。このケース買った人は、このサイドパネルのネジの扱い方までね、注意した方がいいかなと思います。開きました。結構ね、見えるかな。金属の板で、厚さは薄いですね。冷却性は非常に高そうですけれども、静音性っていう点ではそうでもないかな。あとなんかね、結構この鋭いから、なんかね、怪我しそうな感じがするケースですね。怪我しないように気をつける必要はありそうです。そして説明書が入っていますね。ライジンテック SPY-X。なかなかね、この角度で説明するの難しいですね。そしたら中身の方を見ていきましょう。ここはですね、ハードディスクとか SSD をここに横にですね、吊り下げるためのドライブになっています。あと底の方は、ここはですね、ファンを一応つけることができるみたいです。12センチのファンですかね。そしてここは電源置くところ。
電源は横倒しにしておくみたいですね。そしてここについてるレールは多分これ光学ドライブをここに設置しましょうということです。でここはケースファンが1個ついていまして、ケースファンのこっち側にはフィルターはついていませんが、ここにちょうど CPU クーラーがこの辺に来るっていうことで、おそらくはここから吸気させた方がいいんじゃないかなっていう気はします。そして一応このケースそこそこ裏配線もできるみたいですけど、スペース的にはそんなにあるわけじゃない、まあ、マイクロ ATX のケースだっていうこともあってそんなにでかいわけじゃないと。ただまあ高さはやっぱり低いですよね。この長い、ドライバーよりもまあちょっと 2,3 センチ高いかなっていうぐらいですね。まあ、今のあの向こうに置いてあるデルオのケースですね、デルオのケースよりもですね、幅はあるけれども高さはないような気がしますね。でここのデルオのケースに比べると幅はあるんですけど高さはまあないかなっていう感じですね。まあ、ちょうどこのデルオのケースね、横のこのテレビ台と高さあっててよかったんですけれども、でもまあこっちの方が明らかにね、車両ですよね、あのぶっ壊れたケースに比べたら。というわけで中身を入れ替えたいんですけれども、まあ、その前にですね、このフィルター関係ですね、まあ、なんといってもあの床置きですからね、このケース埃が入らないように対策をしっかり取らなければいけないということで、まずフィルターの設置を行います。